はい。ということでですね、今日は三ツ矢サイダーグリーンレモン、なんとね、三ツ矢ブランド史上最高に酸っぱいサイダーが出たそうです。まああのクエン酸が投射比6倍でもね、1983年から2013年、過去30年で一番と130周年って書いておきながら、あの前半100年無視というね、素晴らしい統計データなんですけども、あのここ30年の三ツ矢サイダーの中で一番酸っぱい。まあそしてですね、こんなちっちゃい字で書いてあるから寄ってもどうなんだろう、見えるかしら。まあいいや、まあとにかくね、多分でもそんなバカな酸っぱい飲料とか昔ほど作んなかった、昔は むしろ作んなかったと思うんですね。まあですのでね、多分キリン史上最高に酸っぱいって言っても問題ないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、キリン三ツ矢ブランド最高に酸っぱいグリーンレモン味のソーダというのを見つけてきました。まあ、クエン酸が通常のレモンの、ね、6倍入っているそうです。でどっかに書いてあった、あったクエン酸濃度6倍ということになっておりますので、まあ、どんだけ酸っぱいかね、試してみたいと思います。あのこういうね、酸っぱいあのクエン酸の入った飲み物といえばね、あの松坂大輔がね、デビュー当初はあの CM キャラクターというかやってたスピードっていうあのスポーツ飲料があったんですけど、あれクエン酸がちょっと、ね、入っててね、酸っぱくてあんま人気なかったみたいですけどね、疲労回復にも良かったんでね、美味しかったですね、僕個人的には。さて、別のね、もう売ってない商品の宣伝はともかくとして、まあ、こちらのグリーンでもいただきたいと思います。うん、酸っぱいね。まあレモン味、あの無果汁なんでね、あのいわゆるレモン味、まあ、いわゆるレモン味ってやつは感じますけどね、グリーンレモン、うん、酸っぱいですね、確かに。ただこうやって一気に飲んでむせるかっていうとね、そこまで酸っぱくもないだろうと。まあ、あの少しね、酸味の効いた三ツ矢サイダーの味に、まあ、レモン風味、クエン酸というか酸味がたっぷり少しね、あの効くというぐらいまでですね。うん、確かにこちらにね、シールが貼ってあると熱中症対策にという意味では良さそうだと思います。まあ、夏にね、結構すっきりする、まあ、三ツ矢ブランド最高とか言いながらね、まあ、程よい程度の酸っぱさだとは思います。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。まだ飲み切ってないけど後で飲むんでね、あのここにあのスタ後でスタッフが美味しくいただきましたってことで残ってますけど、よろしくお願いいたします。